どうですか、なんかこう今年あの実写も公開そうですよね、はい、うん、主演ですから、うん、バカにしてますよ。ジョージ・ルーカスさんはね、誕生日一緒なんですよ、5月14日で。あ、なんか縁は感じてますからね、いつも一緒だなと思っててニヤニヤしてます、いつも。あの、オファーとか来たらどうします？出ますよ断る理由がないもんね。一回台本見て、ね、見てみようとか、そういう怠けることないですから、もう出ますよ。いや、日村さんはね、やっぱね、うん、もうそこから早から世界に多分出てくる人嬉しいね。何でもできますよ。だって、うん、まあもう喜劇人としてもね、こういうもう、もうどこだって海外に前行った時に全然関係ない人がすれ違いざまにね、You are comedian って言ってた。知らない人に、ね、そう。だからもうコメディでも、うん、やっぱこういうなんか世界観があるような仕事を役でもね、うん、でもジェダイがやっぱやりたいですよいや出るからにはそれ何がやりたいのかって言われたらそれはジェダイ、うん、でフォースは使いたいしね、うん、どんな感じでやるんですか。大体手かざしますからね、こちらすればもう。こうやった時にこの下さんからもらったんですよ、金のプラスですね。これちょっと見せながら。いやいや、映画だったら撮らないから。って、ね、言われたりして、うんうん。それじゃあもうメイクなしで撮ろう。それはだから、ジョージ・ルーカスと話し合うから分かんないけど、そこはさ。いや、おかしい。多分俺だけ出たらおかしいと思うんですよ。うん、でも、ジェダイでも普通に出てる人って本当少ない。少ないね。うん、みんな確かに、異星人のとこですよね。そうそうそう。割と。うんうん、今年はハリウッド選出。うん、もうありがたいですね、そんなことになったらね、本当にね、うん、本当に、うん、そうね、ダース・ベイダー的にはどうなんでしょうかね。ダース・ベイダーさんが、ね、キャスティング権があるかどうかわかんないですけど日村よろしくお願いします。あ、いい感じなんですかね、大丈夫、 OK、 OK ってことですか。おお、まあ OK ってこといい。いや、いけるってこと、いけるってことでいいですか。いけるみたいです。メーカーさんが OK だと言ったらもうほぼ、ね、ほぼ削れですよ、うんうん、はい、どうか今年は何かやってみたいとか何かしたいことで。僕ですか、こんな番組の MC で。いや、僕ね、もうずっと、僕というか我々のいつもね、うん、あの目標とか抱負とかもう10年以上ずっと同じなんですけど、あの現状維持っていうのをずっと言ってるんですよ。だから別に今年も現状維持っていうのが目標というか、だから今のところをキープするのが精一杯っていう感じでやってるんですよね、うん、その中で何かいろいろ新しいの来るといいんですけど、特にだから本当にいや、もう何も決めてないというか望みはないんですけど。で、ここ何年、ここ何年もそうだよね、はい、ずっと。いや、現状維持って言いながらどんどんいやいや、そんな言われ方するとニヤニヤしちゃいますでもそうなんですよね、あのそうやってやらせてもらってきたものはね、うんうん、なるたけこういい形でできればなと思いますけど、心の目がいいわけだね、現状維持。確かに。でもマネージャーにはや、あのいっぱいいい仕事が立て込んだら休みたいよってブツブツ言うし、うん、何も入ってなかったら大丈夫かって言いますし、うん、そんなちゃんとしてないんですけど、その感じでね、うん、今のところいい感じになってるので、僕はだからやっぱ設楽さんがね、あの3年連続テレビ1位だったんですよ。1位じゃないよ、あの1位じゃん、いや国分さん、それが国分さんに抜かれたのがね、俺は悔しくって、あの国分君を抜いてほしい、設楽さんで、とかどうすればいいのじゃあ、サウガンと、そう、もう一回、ね、こう抜き去ってほしい、それが俺の目標ですから。いやいや、何すんだよ。いや俺は俺だって設楽さんの横にいりゃそれはしれっと出れますからね。設楽さんがよく言ってる目標は、うん、あのゴルフで80代にしたいっすよね。あ、今はね、そうそうそう、ええ、そういうの言ったってダメでしょ。ゴルフで80にしたいとか言ったって、うん、確か記者さんとかご質問あるだけでいらっしゃいますか。大丈夫ですか。いかがでしょうか。大丈夫そうです。大丈夫そうであれば、はい、ですか、ありがとうございます、はい、本当にこの作品ですね、お話も面白いですし、まあ、今年はね12月にも映画もスター・ウォーズ新しいのやりますし、あのこのアニメ、あの反乱者たちもですね、すごく面白いストーリーになってますし、本当
大人、子供、全部ね、スターウォーズ今まで見た人、うん、見たことない人全員が楽しめる作品になっていると思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上の方で、過去に次第の方失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。